疲れ様です。ゲストはモリモリです。これね、もう一個のチャンネルで、77式リアルチャンネルっていうのをやってるんだけど、それは、俺は77年生まれだから、その、なんだ、年代とかの話をそうすごいやってて、自分が77年生まれだから、その時に流行ってた音楽とか、流行ってたものとかを、話したりとかっていう、まあ堅苦しくない感じ、縛られない感じの、あれやこれややってるから、そこにモリモリに来てもらいました。お疲れ様です。で、今日は、まあ、78年生まれと77年生まれの僕らが衝撃を受けた CD ジャケットに関してちょっとお話をしたいというところで、なんかある？これみたいな、ここに出すよ、まあ、普通にやっぱ俺は、まあ、その出てからさ何年も経ってたんだけど、やっぱあのボーイのギグス、ラストギグス、ね、やっぱね、そこはね、なんだかんだ言って、なんだろう、ジャケットのあのデザインってさ、中学生くらいだとさ、中二病だからさ、うん、あれがプリントされたさ、T シャツとかそうだねやっぱ買っちゃってるじゃん。なんかさ、学生カバンにさ、ステッカーをさ、そう切ってさ、やってる先輩とかがいたけどさ、なんか髪型とかすげえちょっと変にカットされたりとかするんだけど、多かったよね、ちょっとやんちゃな先輩のね、ステッカー。みんな真似してたよね。パロディもあったし、なんか岸田もそうだね。そう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 。岸田人数増えてるから、いいよね。そうそうそう。まあ、でもね、俺もね、似たような感じでね、発売と同時期ぐらいだったんだけど、コンプレックスのさ、ファースト、1990っていう。地球のやつ。ハートのやつ、ハートのやつ。あれってさ、完璧ケースだったね、最初。オリジナル版って。シルバーで、ハートの形してる。そう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 。あれかっこいいなと思って。昔って結構さ、金かけてる。金かけてる、そう。CD 入ってこれさ、ヒデさんの持ってきたんだけどさ、これファースト。お、すげえ。これさ、あの、エイリアンだったかな、のデザインした人が作ってる。すごいんでしょ、こだわりは。すごい。目が出てくるようになってる。すげえな、これ。そうそう。昔は CD 売れてたからね。そう。お金かけてたよね、ジャケットに。ヒデさんつながりでいくと、その、アルバムでさ、若干やるのはあったじゃん、こうやって。シングルでやってるんだよね。本当だ。すごいでしょ、これ。これは遊んでるね。画期的だってさ、8日のシングルで、ここまでさ、なんかやって、たのってないよね。ないない。もう折る前提だったし。初めて買ったやつ折っちゃってこう。ここにね。そうそうそう。だってもう折り目とかないしね。そうそう。もうね、この時期になるとね、ここに入れるさ、なんか穴もあったじゃん。安い。700円だった。そうだね。この時ね、この時期ってさ、カップリングがない時代なんだよね、あんまり。けど。98年か。そんなめちゃめちゃ古いわけじゃないんだね。そうそうそう。亡くなってから出たやつだからね。あ、そうなんだ。うん、あ、そうなんだ。デザインとかレコーディングまで全部本人がやった後にリリースの数日前になった。あ、マジか。うん、そうだったね。そう。5月2日に亡くなった。そうね、5月8とかに出てみたい。めっちゃいいもんね、これ。こっちもね、その後にすぐ出されたシングルが、リバーフリー。ここにエバーフリーって書いてる。これを開けるとおーすごい、ね、お金にキスをしているって。エリバディーラブズマニーみたいに。あ、ほんとだ、遊んでる、しにくってるんだよね。シングルでやる人はいなかったね。うん、画期的だったよ、ほんと。まあ、デザイン性とか、なんだろうね、こういう遊び心もそうなんだけど、まあ、別の意味ですごいびっくりしたのが、やっぱユニコーンのハットリだ。おじいちゃん。おじいちゃん。あれはビビったよね。ロックシーンを覆ったよね、もう。ひっくり返ったよ、ほんと。
けどこうずっとさ俺プラスチックのジャケットが着てさ、うんうん、最初俺あの紙のジャケットが出てきただったね洋楽用物多かったんだよねもともとね多分金がなくて最初それやってたって言ったんだけどすごいジャック・ジョンソンがすごくまだ売れる前にファーストのアルバムがそれで、うん、それを黄色いやつ黄色じゃないもっとねなんかこうインコートしてて雨あ横顔のやつでそれがすごい昔に海外に見つけて、うん、そしたらそういうなんかすごい簡単なジャケットを買ってから来て、うんうん、そしたらさそれが逆に、ね、主流になってる。そうだね。アイドルとかは確かにこういうのすごいお金かけてる。そうだね。いや、うん、あの俺もね森高は忘れらんないよ。もうフォトブック欲しくて買ってたもん、ね。結構フォトブックあったよね当時。あったあった。12ページぐらい普通にあったもん。ねこんな厚いのあった。だってアイドルじゃなくてもう俺ジュースカイウォーカーズ買ってもついてきた。ジュースカイウォーカーズも。あのねそうそうそう。当時ねトイズファクトリーはねちょっとアイドル路線だったよね。なんか途中から。そうだね。どっちかというと青春寄りだったもんね。そうそうそう。爽快系だったからね。そうだ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 ね。紙ジャック俺最初は多分金賞だったもん。金賞何出してる？金賞のなんか黒い鉢っぽいジャケットが紙だった。金賞のジャケットもちょっと今ぶっ飛んでるよくわかんない。何これみたいな。金賞のは絵的にも結構同じだった。何この世界観みたいな。いつも。王健さんは面白いからね。もうそれトークだけでお客さん集まる。ああ、まあね。本も書いたり。うん。昔はさ、たまーに、たまーにっていう本当にたまにだけど、ジャケット買いしてみようっていう衝動もあった。うん、あった、あった、あった。洋楽とかになると。すごいよ、2000年過ぎぐらいまではあったね。ちょっとレコードも流行ったあったね、そうだね、ちょうど2005年ぐらいまではジャケ買いって結構流行ってたよね。今ないもんだって。いや俺ジャケ買いでさレコード買いに行ってディスクユニオンでレコードもちょうど買ったからさ見てたらスーパーソニックジェネレーション出てたからそれ買って帰って結局それみたいなジャケ買いでも何でもない知ってるやつただ欲しくなって買ったみたいな。スーパーソニックジェネレーションのレコードなの。レコードなの、あるのよ。だからさ、シングルが流行った後にさ12インチのシングルが流行ったじゃん。そうだね、マックス系の、うん、そっちがもうほとんどだ。そうだね、別に2曲でもいいじゃん、12インチでいいじゃんみたいなさ感じなんだよね。時代とともに変わってくけど、あの時ってさ、どっちかって言ったら結構顔出したい人多くなかったの、死刑って。そう、アイドルとか。ねえ、ドンウォンって顔のドアップ多かったよね。けどさ、アイドルってほんとさ、俺、アムロナミエくらいさ、本当にカリスマ性があるとさ、結構通用するしさ、ね、誰これみたいになっちゃうって。結構難しいジャケットなんだ。ファンモンとかすごかったよね。そう考えるとね、人の顔をドアップにしてさ、まあ、ジャケットにしてね、企画だよね。彼多分同い年ぐらい。あ、そうなんだ。うん、なんか元々中学の時はボーイのコピーやった。え、マジ？そう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 。あの青春ラップじゃなくて。そう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 。でもカセットもまた復活してるんでしょ、最近。そうなんですよ、そういう。昔で俺、だからレコードを集めるみたいな。カセットもおしゃれみたいな。で俺、カセットにおしゃれさないけど、レコードはわかるけど。なんかさ、ヒップホップの人とかさ、カセットとかでしょ。まあ、当時のね、こういうラジカセのやつ。そうそう、ラジカセのノリでしょ。だから、あるんだ。確かにダブルラジカセ。あってね。タマとか聞いてた。